帽子買うの結局買った。2つ、うん、あ、ほんと、いいじゃない。あ、似合ってる、似合う似合う。もっとね、深くかぶった方がいいよ。 T シャツかわいいね。そう、あ、そうだね、見て、あ、いいじゃん、かわいい、かわいい、なんかあの、感性があっていいね。アウトドアハイキングケース。そうだね、てかもうすぐ12時、もうちょい、もうちょいだ、もうちょいなんだ、そろそろ行った方がいいですか。かわいい、このスカートかわいいね、これ見て、それいいじゃん、スカート。でもこれサイズ絶対伸びるの、伸びるって、大丈夫大丈夫、10分にはそこに戻った。了解です。これもかわいい、俺もう一本タバコ吸っていこう。パニちゃん、これ買ってほしい。パニちゃん、これ買って、俺だって7000円使った、みんなに。俺もみんなに7000円使った。は？お前大して投げてねえから。お前大して投げてねえから。舐めやがって。もっと使ってよお金。え、次じゃあさ、うん、ね、あの俺に使ってくれないんだったら、うん、もう次触ったら顔面パンチね。顔面パンチって、顔面パンチよくされてるからじゃあ顔面パンチからの顔面肘ね。なんでダブルなの、いらないんだけど。肘ね、次。やだ、ひどいひどい。パニちゃん、パニちゃん月100万とか稼いでんだよ、だって先月。俺かす、ワニちゃんこれ買ってくれないの、なんだってそれいるの、ワニちゃんこれ買ってくれないの、これめっちゃ使うやん、だってねえパニちゃん、買ってよ、買えよ、買った。あなた何人に買わないの、買え買え買え、何よ、いやだってさ、買った、自分で買った。でも似合ってますね、やっぱり似合ってます、やっぱり。長めなくはないの、帽子買えばいいじゃん、これ、うん、か、え、いいの、いくら、これ確かね、3000円から。じゃそれ被ってないでしょ、うん、じゃこれで買ってきていいじゃん、やった領収書持ってくるね。すいません、お願いします。全部手作りなんで、一点物のアクセサリー。さっきね、あの 20% よりお安くしますってお話ししたので、はい、20% は多分3100円ぐらいなんだけど、うん、2900円でどうですか。ありがとうございます。安してくれる、2900円値引きで。よしみちゃんに黙ってさ、スプーンも買う。よしみちゃんに黙って、よしみちゃんに黙ってスプーンも買っちゃう、これ、ね、あ、すぐ被ります、あと。5000円だったらいくら余ってる状態ですかね、じゃあ。5000円だと2100円のお返しになります、ね。2100円。じゃあこれも買うか。よいしょ。じゃあこれもお願いします。あ、ありがとうございます。はい、お疲れします。これ色つくんですか？あ、全部ね、普通のリップ、透明ですね。こっちとこっちは一緒？別の商品ですね。今、あのお持ちの方が、オーストラリアのブランドで、もう一つの方が、アメリカのブランドになります。どっちの方が質高いですか？どちらかというとこっちの、はい、そうですね、全部天然成分でできていて、香りが、オレンジとミント、ハーブ系の香りで、これがイランイランとか、キャリーに買ってもらう。こ
これだよね。はい。これ袋を入れしましょうか。あ、お願いします。はい。はい、そしたら 2.2 で3,978円になります。あ、じゃあちょうどよかった。さっきの帽子分。うちのショップカード入れておくのよかったらご覧になってください。じゃあお先を押したものです。ありがとうございます。はい、ブブブブ。じゃあお預かりしてます。レシートや領収書どうされますか？あ、ください。はい。どっちがいいですか、レシートと領収書？領収書で。はい。1022円の本になります。はい、お待たせいたしました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、早速、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。藤美ちゃん、ありがとね。あ、買った？うん、藤美ちゃん、はい、ありがとう。あ、何出してあげたの？帽子欲しいって言うから優しいわね。かぶって乾くだけで、そのから落ちてね、かわいい。うん、え落ちてね。優しい。ありがとうございます。なぎらけんいちみたい。もったいな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 い。うっせーよ、お前。あ、それでいいと思う。高いていうか、もう行かない。あ、そうだ、行きますか。そうそう、行きましょう。結構ね、これがあるぞ。バセちゃん、バセちゃん行くわよ。バセ子、アジア系の詐欺師じゃん。バセちゃん行くわよ。やったやった。頑張ってね、これからも。じゃあ後であのジブリでちょっと買ってね。何を？ジブリで。だって嫌よ。だって俺、え、嫌なの？俺運転したのに。高いのやめてよ。運転してあげたのに。あ、いいよもう。毎回毎回さ、朝からさ、レンタカー取ってさ、朝からレンタカー取ってさ、1時間2時間さ、1時間半とか3時間とかさ、運転してもさ、ね、パニちゃんからはね、言う言葉はね、何かっていうと、あんた何もしてないわねって言われるんだよ、だってこれで。昔の話じゃん、ごめんねって言ったもん、私ケツだもん。ひどいよね、パニ。本当に。もうパニは今日もうお前車で帰るな。いや、歩きつくと。それ辛いんだけど。電車で帰ろお前みたいなやつは。いやな。組ませてくれてる腕どうしたの。いや。小さい男よもう。31日予想留守番頼む。でも家にいるだけだよ、だってこの日。そうだよ、じゃあ本当に辛いんだよ。自転車でさ10分とかの距離なんだよ。いやいや、電車で行くわ。自転車来ればいいじゃん。なんで自転車？無理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 。近いよお前さん。マジでデブになるよ。で遠いよ。それ31日でもガチよね。毎回毎回。そう、31日。ガチでほら。何か？あ、はいはいはい。松田よ。自転車、お前まず自転車、今し自転車で10分ぐらいなんだって。すげえ、名古屋からわざわざ来てくれ。ロードスター？わかんない、後ろ見えてなかった。ロードスターっすよね。マイクは新しいやつ。マイク？マイクつけながら行っちゃった。藤美ちゃん、心が広すぎる。本当だよ、藤美ちゃん、心が広いよね、やっぱ。違う、買ってもらったこれ。かわいいでしょ。パニちゃんに買ってもらいたかったな俺。パニちゃんにさ、いっぱい車出してあげてるし、朝からね、今までね、レンタカーも出してあげてるからね、あの、買ってくれるかなって思って、パニちゃん買ってって言っても、パニちゃんは嫌だ、あんたなんかにはもったいないって言って。ありがとうみっちゃん、ありがとう。かわいいのにね。もったいないの。もったいないの。もったいないの。感謝してますよ。チケットあります。会社してますよ。してるじゃん。ゾロジアしてんの。この前とかひどいよ。アスレチック行くためにね。アスレチック行くために朝5時にね、なんか取って、あれね、うん、朝5時に、うん、4時ぐらいに起きて、うん、レンタカー取りに行ったのよ。うんうん、それなのにパニちゃんは、うん、寝てた。何の話？ひどいよね。何の話？何の話？何の話って言ってるのもひどいよね。
旅行があるたびにありがとうって言わないのこの人。言ってるじゃん。おはよう中村くん、お久しぶり、元気だった？歯にないわ。いやいやいや、言ってるじゃんね。言ってるよ。ブリッコ腹黒おかま。一番立ち悪い。見て。どんに？スプーン買っちゃった。な、いっとんこ。なんでそのおさんさんのウッディなのかくの、うん。見てみんな。買っちゃった。これがあればね、うん、取り分けもできるしね、これお肉とかもね。キャンプでね。そう。キャンプで買えるね。そう。本当にね。あの安くしてもらった分ね。うん。富士見ちゃんの金で買っちゃった。せ、本当さ。安くでも安くしてもらった分だから。あね。そうね。俺と力だから。なんかあれね、あれ複製音がそっちすごいみたいな、はい、複製音が、おしっこの音です。はい、先頭のバスに乗ってください。はい、すみません。まだ外にいていいんでしょ、空気吸いたいよね。本当に気に入ったのそれ。みんなチャレンジコースです。ちなみにあのチャレンジコースじゃない人はこのまま下の方に下っていくと下流があるんだけど、そこに行く。今から行くところは上流の川に行く。上流の川に。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。発車いたします。ぜひ皆さんご乗車ください。このままこうやって行くから俺。ひどんな格好です。死にます。私の指示に従ってください。死にます。無視した場合は殺します。やばすぎ。死にます。殺します。あれ、前行く。あ、それ、前の？え？前でいいのか？一人一席でよくない？じゃあこっちで行くよ。あ、そっか。全然一席にいいよ。あの、もう貸し切りだから完全に。そっか、自由に使えばいいのか。うん。でもひーちゃん、音声があれだからこっちで。こっち行けばいい。音声の問題なの？そう。副音声みたいなのか。だって10分で来るんでしょ？ 10 分で来るって言ったよね。遅いわねー。何してんの、あの子たち。いやもう15分出発だよ。とか来てないの？今何分？15分出発だよ。あと7分よ。やだー。走んな。大丈夫？お店の人に迷惑かけるんだから。そうよ。キーホルダー買ってるみたいですけど。え？何ですか？あの店でか。どこで？たくまくんどこなの？たくまくんは？10分には戻る。急いでるみたい。買って急いでるみたい。そう、帰りに買えばいいんだよ。そうよ。天井に殺されるわよ。結構暴力観光しました。後藤観光にやられるわよ。後藤観光スパルタだよ。もうそろそろ本日も後藤観光へお越しいただきまして誠にありがとうございます。館内ご来店中のお客様にお知らせ申し上げます。社内ね、社内の、あ、ありがとうございます。訂正ね、していただいて。後でぶん殴り、そう、後でぶん殴ります。おで、長トロって意味知ってる？トロは流れの緩い場所のことで、そのトロが長く続いてるから長トロって意味。長く続いてるから。なぎら、なぎら、なぎら、誰も。なぎら。よかったわね、ほんと。クソみたいな帽子かぶって。なんとクソみたいな。なにクソみたいな。聞きたいって言ったのよ。うるさいわ。自分で消化しとけや。そうよ。自己消化しとけ。なぎら。ね。いや、いや、なぎらなんて。なぎら。なぎら。なぎら。健一みたいな帽子かぶってたの。来たくないのよ。あと、ホタルイン時。なんだよ。そう。買い与えなさい。他の方も買い与えなさい、私に。間に合った？大丈夫？
間に合ってる？あともう10分だよ。あと5分で発車するよ。もう置いてきましょう。5分だよ。もう置いてきましょう。もうしょうがないわ。タクシーで来いよ。タクシーで。一緒に遅れちゃうとね、次の人も。そうだよ、次も遅れちゃうんだから迷惑かかるよね。バカね、ほんと。なんでこういうの遅れるのこれ。今来てる、今来てる。ドア閉めて。ドア閉めて。あの、そしたら大将さんまで入れたからちゃう。ドア閉めて。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。後藤観光へようこそ。誰が遅刻しろと言ったんですか。時間を守ってください。時間を守りましょう。10分前行動です。過ぎた場合はグーで殴ります。そうそう、死にたいんですか。お願いいたします。あ、天気なんかいいやつ。天気良くなりましたね。すごいね。できたね。最高じゃないですか。なんか小腹が中村くんの音が臭いのよ。やめて。匂い感じないから。虫は。何？何か。虫。血で見てるんだよ、血でね。美味しそうな血で見てるのよ。ハエは血で吸わないでしょ。確かに。あ、ハエは匂いか。あ、そうじゃん、キャリーさ、ライフジャケット入らないじゃん。ライフジャケット入らないで、キャリー。なんでそういうこと言うの、体型のことばっかり言うの。なんなの。いやいや、デリカシーない。女の子なんだから、かわいそうなんか言わないであげてよ。私のことは言ってるけど、キャリーじゃダメ。そうよ、後藤観光の大使すげえ喋るんだけど。やめてよ。後藤観光乗務員喋りすぎでしょ。なんでよ。なんですか。ご案内してるんじゃないのよ。大事なことですよ。そうよ、大事でしょ。そうなの。ご説明みたいな。ご説明してるんだよ。Thank you for Nagatoro Line Kudari Airline. Welcome to you. Seat belt. ここからどれぐらいかかるんですか、上流まで。船の船乗り場までは目の前ですね。あ、船乗り場って目の前なんです。あ、何すぐ着くの、中村君。らしいよ。あんた今聞いたんじゃないの。うん、らしいよ。この前方右側ですね。あ、前方右側。前方右側になございます。こちらから入らせていただきます。ちょっと交換先が歩きになりますのでね。はい、歩くんですか。歩きます。ここから歩かせて、ここから歩きます。足元滑りやすいので気をつけて。ありがとうございます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 。皆さんご乗車いただきまして、だいぶちょっと。足元お気をつけください。あ、危ないな。危ないな。中村くん気をつけて。危ないわ、マジで。後ろから押されると石とか飛んでくるからね。気をつけてね。中村くん気をつけて。痛いわ。投げるなよ。後ろから投げるなよ。
石とか飛んでくるわ。石飛んできた今。気をつけて。気をつけて。気をつける。何か拾うなよ。危ないわ。マジ危ないから投げないで。落雪よ。落雪が怖いから。結構滑りすごいね滑る。わあでもすごい。綺麗。綺麗よみんな奥。すごくない？すごい。クロックス危ないよね。惜しいわね。惜しいわね。惜しいわね。大丈夫？大丈夫？大丈夫？見せばいいから。見せばちょっと待ってて。ハニちゃんは川にドボンするんだって役なんだから。待っててまだまだもうちょっともうちょっと。まだまだもうちょっともうちょっと。激流コースだよ。押すなよ。なんなの、たくまくん、私たちにはないの。あー、滑りそう。あー。あー。マセンちゃん、滑りそう。滑りそう。おならですよ、ごめんなさい。おなら。わー、いいなあれ。あー、きれいよ、皆さん。あー、あれだわ。いや、ガヤガヤ、ガヤです。お願いします。ちなみにどっち側に流れてく、こっち側ですか。 ありがとうございます。はーい、はーい、こいしょ、こいしょ。だからここに、ここに行こう。あ、はい、わかりました。結構好きですよ。あ、揺れる、結構ズブズブって感じ。うん、気持ち悪くなるよこれ。うわやだ、この匂いが。皆さんライフジャケットつけてください。皆さんライフジャケットつけてくださいね。ライフジャケット。ライフジャケットね。椅子です。ちょっと待って、あのさ、なんか重いのかしんだけど、なんか。あ、大丈夫、キャリーが乗ったら取って。大丈夫よ、大将くんとキャリーが行くから。前閉まるよ、みんな。閉まるわよ、失礼ね。あ、なんでキャリーちゃん。そう、帽子落としちゃダメだね。これね、紐がないんだよ。紐が、これ紐がないからさ、ぶっ飛ぶんだよ。何するの、あんたは。あるそこにある。待って、しまわないよ。これ脱がなきゃダメ。待って、あ、今パンって言った。今パン、一人だけパンって言ったけど今。大丈夫、大丈夫、うるさいよね。パンって言ったけど今。爆発音が聞こえた今。しまった。あ、帽子とかさ、こっちがすごい。こっちに、こっち映像流しちゃったら、こっちに映像見せた方がいいですもんね。あ、だってこっちだ。こっち先頭だって。こっち先頭。ああ、お兄さんが先導さんですか。あ、ありがとうございます。じゃあこっち、こうした方がいいって。そう、こうした方がいい。こうした方がいい。うわ、すごっ。この時点ですごくない。綺麗にす。あ、出航です。出航。出発です。すごいです。あ、怖い、結構これ。みんな写真よ。立ち上がったら移動しないようにしてくださいね。はーい、しばきますよ。ない、何がないの。何が鳴らそうか。あと、なんだ、行きましょう。じゃあ始まります。始まります。流れてきます。あ、でも綺麗だね。動いたぞ。出発
水すごい水見て下まで見えるね。つくのに透明度あるよね。すごい透明度。冷てえ、めっちゃちょうどめっちゃ晴れてきたね。気持ちいい。めっちゃ帽子飛ぶんだけど、これなんかロマンチックコースらしいですけど、こっち雲が少ないからこっちの方ができるらしいです。中国の波が荒くなりますね。波荒くなります。波が荒くなります。やばい、ちょっと待って、これ帽子かぶって帽子、ちょっと帽子取るわ。これ波が荒くなるらしいです。波が荒くなります。船頭さん隠れちゃった。船頭さん隠れちゃった。うわ、やばい。激流キャー千やばい。キャーうわうわうわすごい、これうわうわうわバッシャン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 うわうわあやばい。うわ、激流来た。うわ、超激流ゾーン。うわー、うわ、すごいすごいすごい。うわー、うわー、うわー、すごい。すごいすごい。川下り。ありがとうございます。川下りかい。めっちゃ速い。長瀞、うん、長瀞でね。あ、すごい。長瀞じゃない。あ、緩くなったね。深いな、ここ水。来ますよ、来るよ、来るよ。また来るの？来るよ。鎌下り行きます。穏やかですね。穏やかなんだって。あ、吉井さん、え、気持ちいいね。ありがとう、気持ちいい。もっと激流が良かったけどね、じゃあね。お魚もいるのかしら。いるでしょ、どっかに。これ電波めっちゃいい。風の音すごそうだな、これ。すごいわ。エメラルドグリーンね。パニちゃん降りて。お疲れ様。うん、お疲れ様でした。ありがとうございました、パニちゃん。ありがとうね。はい、お疲れ様でーす。さよなら。うん、ここで降りてください。東京まで頑張ってね。ジャングルクルーズじゃないんだから。いいね。こんな感じです。水の中は。すごいね、キラキラや。住んでるよね。穏やかでいいよね。トロ？トロ？トロ？穏やかだよね。皆さん入ります？入りたいです。入りたいです。あ、いいわね。すごいわ。そう、今帽子外してる。紅葉がもうすぐ。あー、なるほど。人がいっぱいでしょう、多分ね。紅葉シーズンに来るのいいよね。紅葉もうちょっとですね。うん、葉っぱシーズンね。
そう。いや、予算は違う。予算はまた全然違う。茨城だから。埼玉。魚いた。いた？お魚いる。あ、いるやん。透明よね。魚いる。透明だあるね。結構ね。ね、いいですね。あ、アユとかあさりたい。何したいの？穴？降りる？降りる？降りたい。うん。降りたい。ダイブする？でもよくさ、ここら辺でなんかサーフィンみたいなのやってる人いるよね。サーフィンというかなんていうの？サーフィン？あれか。サップか。サップみたいなしてる人いるよね。サップってあるんですか？そうです。あ、そんだ、リゴ様、そんだ。俺もさ、遊んだっていうか。もうちょっと上流だけどね。これ結構水深あるんですか？この辺までだいたい1メーター60か。1メーター60。キャリーは絶対ね、溺れるね。私溺れるね。飛んで。中村くん。あれ、ここ昨日あれじゃない？いいじゃん、これ昨日の、あれ昨日のここ、あれそう、ここ、昨日のやつ、昨日の場所だ。そう、昨日の心霊スポット、ここ。あー、ここ何、心霊なんですか？あれ、去年向こう行かなかった？あれ、違う？知らぬキャンプ。大将さん、はい、去年のキャンプ場、そっち？違う。いや、まだ、もっと、もっと、もっと、いや、去年はあれ、ダメよ。暑かったもんね、あれね。エアコンなくて。あれ、去年は川下りは川下り。いや、行きました、行きました。その時はキャンプじゃないんだっけ？キャンプ、キャンプ。そう。で、あの、元上流。あ、そうか、そうか、そうか。来年の機会はね。ね、行こうね。長トロ、長トロキャンプ。長トロいいよね。長トロ去年も行ってるけど、まあ、今ね、毎年。毎年。長トロいいし。ああ、そう、昨日来た、あの、昨日来たとこで、ここ。赤木でやります。昨日来たとこ。そうだよね、穴開けてね。一回行ったんだよ、坊主。昨日いた、あの、こう、シネスポット。東京まで。すごいね。長トロといえば関心。結構おとなしいね。ああ、この市そうだね。あの下だね。下が多いよね。はい、すいません。あら、荒くなってきます、こっからね。あ、またまた激流来た。来た激流が来る。激流来た。チャレンジコース。そうよ、こうチャレンジコース。あ、こうチャレンジコースなんだ。そうだよ、汽車通るよね。まずは土日汽車通ってるんですか？これチャレンジコースだって。来るよ。え、どっから行くんだろう、これ岩だらけだよ。どっから行くんだろう。え、どこ行く、どっち。来るよ。音すごいでしょ。じゃ来るよ。今回はこっち側ね、うっすの俺ら。うん、うわ、これすごい。これどうする？うわ、風強くなってきた。はい。わあ、いいね、涼しい。じゃ。うわ、うわ、うわ、やばい、やばい、やばい。うわ。うわ、待って、うわー、うわー、うわー、あー、すごいね、これすごい、これすごい、これすごい。ああ、やばい、ぶつかるんじゃないかね。ぶつかるんじゃないの、それ。ぶつかるんじゃないの。
当や。あ、そうなの。手ぶれ補正してるから全くかかんない、確かに。入れるからね、手ぶれ補正しないとね。ねえ、こっから多分ジャンプするんだよね。あれ、パンダさんありがとうございます。かわいらしい。大丈夫だ、去年も。そうだと思った。そうだよ、同じこと言ってたよ。ここジャンプスポットですか、ここ。ここジャンプスポットですか。危ないですよね。ないね。いいじゃん別に見られても。玉出るだけだろお前。どういうパンツ？キャリーね、ヤバそうに見えて短パン履いてんだよ、こいつ。この滝が全部沈んだよ、ほら。ほら。ほら。お、カモいる。そこカモ。カモみたいな。見えない、カモいる。本当だ。カモみたいな。食べる。あ、あれ美味しくないカモだって、あれ。捕まえる？うわ、綺麗。だいぶ浅瀬だね、ここ。じゃあ、何？水面綺麗だよ。綺麗？水面浅かった。ありがとうございます。エメラルドグリーンだね。すごいね。結構深いんだけど、なんか場所によって全然違うよね。めっちゃ深いんだけど。そろそろ着くのかな。あ、バスが見えてきたね。到着ですか。ゆりさん、ありがとう。あ、そうなんですか。あ、もう終わりなんだ。もっと激しいですか、本当は。水量がでも激しくなる。今日は穏やかです。そうですか。トロの日だったね、じゃあね。ね、トロの日だ。うるせえ。うるせえ。こんにちは。頭痛いの？また心臓ですか？大丈夫ですか？すごい綺麗。天気が良くなったんですよ。急に。危ねえ。ここでも。あ、危ねえ。ここ、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 これ。ここ、ここ、ここ、ここ。うわ、冷てっ。超冷てっ。ありがとう。東久米さん、長野の天竜下りの方、長野の天竜下りもあるんだね。これは何グループですか。ドヤサグループです。ドヤサグループです。ドヤサグループ、ドヤサグループです。あ、セブンさん、ありがとう。いらっしゃい。あ、この辺でね。長野もいいよね。じゃあ気をつけてだってよ。岩気をつけて。あの人ぶつかりますだって。あ、あれあれですか。これぶつかる。そうね。うわ、すごい。でも近い。うわ、近い近い。触れる。岩近い、岩近い。ああ、うわ、やばいやばいやばい。うわうわ今ぶつかったよ。
本当にぶつかったよ。ゴンっつったよ。本気でぶつかったよ。頭こう出さできない、こうやって頭出して。ゴンゴンゴン。迫力満点。ヒドロヒドロ。木戸川にもあるんだ。ガーリガーリクガーリガーリク。おいでお前今すぐ。飛べよ今すぐ。気持ちいい。あの気持ちそれじゃない。スタビライザーの機能って素晴らしい。バスが止まってるから。はい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 。あもうちょっと。あよかった。前回ここで止まったんだよ。前回。前回そうだよね。前回ここで止まったんだよ。いや違う違う。ありますね、うん、違うコースだからよ、うんうんうん、すごいボンってやめてよ。あらあら赤いですか。またあー出てるね。あそこ行くんすか。来るよ。あそこ行っちゃうんですか。どうやって行くんだろうこれ。すごい。これ。行くよ。あそこ岩ずっとふわーって岩だ。これどこ行くの？あ、何これ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 。うわおおおわお。あれやだ。誰が言ってる？誰が言ってる？誰かいる。誰かすごいこれ。わこれめっちゃ深いよ。わ誰これ誰めっちゃ深いめっちゃ深い。これ大丈夫なの？ああ。すごい。ゴンゴン言ってる。ゴンゴン言ってる。うわ。あぶないこれ。あぶない。たくまくん死亡です。これでたくまくん死亡です。たくまもう早く帰りたいんじゃない。たくま皆さんありがとうございます。はい、ちょっとブサイクもうちょっと綺麗になりなさい。あんた仕事を受けて、じゃあ乗るか。ありがとうございました。あ、俺なんで置いてブサイク。これどうもありがとうございます。たくま、このここからさらにバスで、はい、どうもあ、はい、どうもバスで行かなきゃいけないんだよ。たくま死んじゃう。たくまくん酔ってるからね今ね。うん、たくま死んじゃう。釜下りお疲れ、ありがとうございます。ありがとうございます。あん。写真撮るって。あ、写真撮るって。え、キャリー短足で船降りれんかった。本当ですか。皆さん、集まってください。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
7、6、5、4、3 OK OK 買った、この帽子買ってもらった。たくま最後乗った方がいいよ、酔うで履いてたら。最後に履いた方がいい。どうです、たくまさん、川下りは。正直にどうぞ。浮き輪で流れてる方が。よくキャンプこういうとこで浮き輪乗ってさ、うん、こうやるんよ。あ、やるね。それの方が俺の好きで。あなたビビッやめなさいよ。アンコールよ。アンコール。足腰弱いからダメよ。やめなさいよ。結構ありがとう。はあ、なんだよ、なんだ、私だけ、なんだよ、やめなさい、やめなさい、早く怒るやつ、何してんの、乗りなさい、後藤バス、後藤バ、後藤バ、あ、そこ俺の場所だったのに、うるさいわね、ひーちゃん、おたまり、買い物勝ち、自分の僕のスペース、俺のスペースだったのに。あんたも上よ、引きずってる、あんたロープにしまってね、ずる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 よ。あー面白かった、面白かったな、ないわよそんなもん。はい、お願いします。ここからな、遠いんだよね、地味に。はい、お願いします。距離あるんですか？うん、結構ある距離。だから、だいたい3キロぐらいですか、ね、3キロ。あの、おじさん、ちょっとこっち見てるの？いやー、ひーちゃん狙ってんじゃない？いじめ先生、お水大丈夫ですか？あ、いただきます。よいしょ、アルプスだっけ？あ、違う、イロハスだわ、さっきから間違えてるわ。先生、せーの、はい、よいしょ、せたくまは、なんでテンション低いかっていうと、酔ってます。あの、息子みたいな。パニちゃんは頭痛いんだって。パニちゃんは頭痛い。パニちゃん、昨日の心霊で乗り移ったんじゃない？あの時体調ね、悪かったな。みんな頭痛いって言ったり、体調不良を訴えたり。肩こりもする、パニー。肩こりすごい。どうしたの？マッサージしてよかったじゃんね。え、本当に？俺がマッサージしようか。やだやだ、絶対やだ。お願いします。それ違うね、あのね、あの気持ち悪くなるんだよ、このね、バスも。ね、お土産って帰ろうか、ね、気持ち悪くなっちゃうよ。混むからまた。そうだね、帰るね、夕方。これで2000円はお得だったねと。帰り込みそうだよ、またね、道。そうだね、道込むよ、絶対長取れたもんな。早めに帰ろう。ジブリパーク行っても終わりでしょ、帰るね。ジブリパーク、ジブリパーク、なんでジブリパークなの。え、ジブリ行かないの？ゆいちゃん行きたいってさっき言ってたよ。行ったかって言っても、ついでにもしあったら行きたいけどな。お土産買ったらもう帰った方がいいよ、混むよ。まえちゃん、まえちゃん、ちゃん、ふじみちゃん前にいる。ふじみちゃんはって言われる。あ、前にいますよ。前にいます。そう、皆さんありがとうございます。帰りはみんなで慎吾の家か。行く？行かないわよ。ホムって言ってんでしょ。ホムってね。そうね。女子へ監視中。暑いね、昼間は、ね、まあ暑いね、もう10月なんだけどね、暑いよね。たくま車で帰れるの、酔い止め買ったら。いや、そうなんだよ、だいたいもうだめだよ、天気すごい。あっちが道でだな、いい天気、
セちゃん楽しんでるよ、めちゃくちゃ。え、なんで山瀬ちゃん泣いたの？いや、別に。なんか、ジブリパークの予約しないとな。なんかね、ジブリの、うん、なんかそういうの売ってるとこが近くにあるんだよ、うん、あそこの。でも全然お土産でいいよ、私は。お土産でいいの？うん。遅くなっちゃう。じゃあ、俺はじゃあジブリ行きたいから。行きやがって。ね、あ、パニーちゃんに、あ、ここさっきのとこじゃん。あれさっきのキャンプ場だよね。うん、さっきのキャンプ場。もう一回行くの？でもいいとこだったけどね、すごく。ここよかった。うん。でもあそこのさ、車の、あの、トラックの路地もめちゃくちゃいいんじゃない？うんうんうん。絶対、トレーラーハウスもね、めちゃくちゃいいよ、絶対。車は2、3台で来てるね。ひーちゃん早く買ってよ車、なんかでかいやつ。うるさいね、あんた買いなさいもう一回。いや、いや俺5人、お母さんにいなさいよもう一回。5人乗りだもんだって俺。お母さんにもう一回って買ってもらいなさいよ。ひーちゃん車買う買う言って買わんやん。まだ乗れるから大丈夫なのよ。乗れてないやん、あの乗れてるわよ、うん、ね、長距離移動するとき変な音するやん。うるさいわね、ほんとあんたより優秀よ。キャ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 って言うじゃん、だってひーちゃんと。うっさいわね、引き殺したのかしら。やばいだろ、マジで。ぶつけよ、壊さずなくて、ね、同じ目に合わせてるから。同じ目に合わせる。フロントバンパーの他にね、割ってやるわ。え、ほんとすぐそこだね。すぐそこだね。私たち右曲がっちゃったのよ。あれ、あんた左曲がったでしょ。これ左曲がった。近いね、ね、左の方がめっちゃ近いよ。あれ、大回りしなきゃいけないじゃん、これ。あ、たかこちゃん、トレンディー、ありがとうございます。長トロポッポのことだよね、ジブリック。あ、そうそうそう、長トロポッポ。ナイクロバスいいね。買えば。バスがあるのかな、何とかなきゃ。第1週間。え、ひーちゃんはだって乗れるでしょ。持ってない、第1週。え、ひーちゃんの、ひーちゃんの、あ、そっか。第1週また試験受けなきゃ。あれ、試験受けなきゃいけない。いる、第1週。タピーと同じだ。今、あの、え、これ別に、なんでひーちゃんがわざ第2週取る必要があるの。何よ。第2週、第2週免許から。いや、いらないよ。第2週免許はお客さん乗せる時だけだよ。乗せてるじゃん。あー、だからですね、お客さんのそれだから俺たちみたいなのをする場合だといいんじゃないですか。あ、そうなの。そうだよ。これは営業してなければいけない。免許いりますよね。現状必要ないです。あ、いらないんですか、これ。バスの乗るのにお金取ると機種が必要になりますね。あ、なるほど。じゃあ今回無料だからいらないんですね。そうです。あ、なるほどね。山のさ、免許で横穴でさ、うん、あ、そうなの。そうだよ。普通免許でいい。これ多分、これ普通免許じゃダメですよね、これ乗っちゃ。何の免許？中型免許。でも多分旧免許だったらできますよね。旧免許いけるってますよ。ね、多分あなたの場合ダメなの。俺ダメ。ひーちゃんはいける。私みたいな古い免許の人はいける。そうそうそう。ああ、おめでとう。ね、ですよね。ちょ、俺はちょっと無理なんだよ免許。ひーちゃんの体験。顔がね、顔がね、不細工だから。だって俺の親父の時とか大型バネ乗れたからね。そうなのね。うん、よかったね。あ、そう。降りて。なんで？いや、もう降りるよ、でも。降りて。うん、もう降りるよ。ありがとう。中トロ面白いよ。そうなのね。そうよ。よかったね。昔の人とか大型まで取れたからね。興味示さないわね。昔ね、昔の人とか大型まで乗れたからね。イケメンだったらね。あ、わかる。そうよね。そうなんや。わかります。もうちょっと攻めてましたから。そう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 。この顔に笑ってもな。二度と参加しねえ、マジ。何がよ。どうせ来年も来るくせに。あと帽子もらったでしょ。帽子もらったでしょ。帽子もらいました、これ。奴隷なのよ、もう。奴隷。奴隷契約。奴隷契約。奴隷契約よ。不死身ちゃんの奴隷契約なの、これ。そうよ。自由に使って OK、これ。そう。そうなの。お土産買って。ねえ。荷物持って。本当よ。おんぶして。抱っこして。本当よ。また明日よ。じゃあね。そうよ。
か、うん、いいね、鮭の燻製とかね、なんかチーズとかさ、チーズとか、暑いと暑いと、なんか暑いわね、暑い、暑いわ、暑いわ、うん、暑い、似合ってるでしょ。何が？あ、もちろん似合ってる。なぎら健一みたいな。なぎら健一でしょ。いいでしょ。なぎらでしょ。なぎらってでしょ。なぎってる感じよ。最高よ。暑いね、めっちゃ。暑い。暑い。暑いよ。暑いわ。歩き食い食べ。暑いわ。歩き食いじゃなくて。ほててきたわ、体が。ああ。そうだ、上着脱ぎたいレベルだね。上着脱ぎたい。暑いわ。暑いわ。ありがとうございます。忘れ物ない。わかりました。忘れ物ないようにだけ。たくま一目一目散に降りてった。たくま。たくま一目散に降りてったよ。吐くんじゃない？あ、疲れた。トイレ大丈夫？トイレ行ったかな？なんだよ。いちいち絡んでくんじゃねえよ。絡んでねえよ。なんでキーホルダー、なんで全然いらないキーホルダーは。キーホルダーってさ、なんかさ、外れるイメージしかないんだよね。じゃーん、スパゲッティもやれる。車の鍵なくすから、あ、そういうことか。なんか良さげなやつがあったらね、今ね、もうね、チャックの中に入れてるんだよ、こうやって。チャックの中になくしちゃうから、財布も。あの、お店が違う。前に来ない。あれ？パニ、これさ、やってみてよ。何？これ。似合ってねえわ。全然似合ってねえわ。結構俺できるのがさ、返して。そうなの。返して。お前似合うんじゃない？アヒージョとか。似合う。浅い。いや、そういうもんでしょでも。いや、別に中村は。何お前さ、ちょっとさ、帽子したいしたいみたいな雰囲気出してんの。ちょっとどんな感じか被ってみたい。おい。似合うじゃん。似合うじゃん。もらえば。え、似合うんだ。おー、まあ、ムカつくね。何ムカつくって。腹立たしいね。なんで腹立たしいね。ムカつくね。かわいいこれ。うん、あ、そう。じゃあ返して。返して。募集ね。おっ、だからこれ。誰がなぎらだよ。何をしてもなぎらって言うな。何しても私がうるさいの。どうして、ね、意味が分かんないわ、ね、うるさいことしてないし、うん、じゃあ行こうぜ。ポポお土産でしょ、うんうんね、ポポでしょ。お土産私がうるさいってなんかそれあんまり八つ当たりみたいな。名倉な、名倉だって。名倉ね、うん、いいよね、ひーちゃん。これ自分で買ったんだよ、これ、うんね、高知のサンス、ぶっ壊された。え、1万だ。暴力された。中村部さんに暴力された。何もしてません。嘘をつかないでください。あなたまた嘘ついくんですね。したじゃん。今蹴った。嘘つき豚。嘘つき豚、そっち。
何もしてないのに何かしたって言って。してないよ豚。したよ豚。何だその iPhone いくつ？どうしたの？うん。何？いや古いから。何いくつ？俺16。16俺16プロ交換しよう。やだわいいな16プロ。スーが始まる16プロいいな。ちょうだい。やだわあでもね家臣家臣に買ってもらえば。いや16プロ。それは申し訳ない。いやお前申し訳ないって今まで散々やってたやんけお前。いややってたいよ。そお前散々やっとったやんけ。どういうことだよ。散々いろんなことやってるやんけお前。やってないよ。何よ。一回やってみたいのが一斗缶虫。キャンプで一斗缶虫やってみたくないですか。あいいね一斗缶でね。燻製燻製あよくあれあれですあれ。あのああいう缶にこう穴開けて。燻製と何燻製燻製だよだから燻製。燻製みたいな感じで、うん、あとはなんか下に水を張ってなんか網を置いてグツ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 。あそういう系？蒸すやつ。蒸すやつ？うん。桜チップじゃないの？桜チップもあるけど。桜チップのね。なんかさコールマンで売ってんじゃん。うん。あのさあの桜の木あるじゃん。桜の木の枝でもできるんだよあれ。あそうなの？そうだよ。あ桜の木だ。だってあれ桜の木だもん。そうね、桜チップ桜の枝の木だもん。その乾燥したやつ。そう乾燥したやつだから。あれいぶして食うとめちゃくちゃ香り違うから。うん、めちゃくちゃ美味しかった。魚から肉から何から全部美味しかった。そうエステの金払わそうとしてよお前。エステの金。マジっすか。もうやめ。暴力反対。何もしてません。嘘をつかないでください。押してません。押しました。パニコパニコパニコタバコじゃない。いらっしゃい。パニダイソーにも500円で燻製機売ってる。てかメスティンでできるよ。ダイソーあのパニこれパニコ配信よ。パニコ水入れて。パニコパニお水も入れるの。入れたんいいよ。しまえる。何がカバンにしまえる。イエス。こっからでもどのぐらいだもん。何が2時間ぐらいかな。2時間ぐらいじゃない。うん。ちゃんと送ってくるでしょ。2人をタリーちゃんも役まってそうだね。新宿まで新宿までがいいかな。新宿まででいいでしょ、たくま。神奈川はさすがにクソ遠いよ、こっから。よし。ね、もしあれだったら、運転するし。ああ、オッケー。運転した方が弱いね。じゃあ、運転する最初こう埼玉。はあ？なんだお前、いきなり言ってきて。おい、豚。豚ってみんな言ってるよ。中村に言われたくないね。はあ、お前が豚じゃん。いや、お前も豚じゃん。じゃあ、そこにいるやつはじゃあ全員さ、腹出してみろよ、お前。意味わかんない。今、お前ら全員の腹送ってこいよ、今すぐよ。意味わかんない。どういうこと？ね、アカウント名とアカウント出して、お前腹の写真送ってこい、今すぐ。なあ、人のこと豚って言うんだったら、お前そんぐらいやれよ、リスナーがよ。いや、言ってんじゃん。新宿だったらもう新宿で固めて帰る。そういうのどうなんだろうね。もう自由でいいんじゃない。もう帰るのは帰るのは自由でいいでしょ。新宿でしょ。ついでに、うん、新宿でしょ。みんな、まあ、別にいいや。誰出そうなやつ。みんなが今めっちゃ出そうなおならしたけどブギョーっつって言って誰よ。汚い汚ねえお前。なんかこう卵みたいななんか、ね、卵みたいなのはやばい。卵をこしらせる。やばい。ここ迷惑になるからもうさっさと出た方がいいよ。うん、お客さんいっぱい来てるから。お土産買うわよ。お土産買いましょう。悪玉金。ジブリ行きたい。ジブリショップってあんまないもんね。だって都内でも三鷹ぐらいしかないよ。だってどこにあんの。こっちなんかね移転したから。あっち今さっき見に行ったけどなかったけど。でしょ。だ移転したんだよ。
どこに？あっちあっち。じゃじゃじゃ、動きの全然前。はい。当日無理ってコメントあったよ。どういうこと？そういうとこじゃないよ。あのショップ。ジブリパークじゃない。ショップ。あ、ここ早い。紅葉してるもん。早いね。もう紅葉してるよ、みんな。ほら。紅葉してる。はい、紅葉しまいよ。ショップよ。カー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 、うるさいわね。え？カー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 よ。ほんと、カー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 。あ、スクリスカイツリーにもあるんだ。ジブリショップ。あるの？うるさいわね。カカカカ、ほんと。ピッキー上。あ、ほんとだ。あ、ね、食品があるよ。向こうにはバルケモン。サンシャインにもあったはず。キャリーちゃん買ってたよ、これ。あ、キャリー買ってたの、うん、さっき。キャリー誰に買ってたのこれ。キャリーこれ誰に買ってたの。うん、カシーに買ってたの。俺には。なんでだよ。車運転したのに。なんで。俺車運転してあげたのに。ジブリのアニメ好きだね。隣のトトロ大好き。天気の子とかね。天気の子。そうなの。川口さんの時の下髪があった。それ。バニーちゃん、買ってほしいものがあるの。何？これ。330円。じゃあいいよ。でかいの1600円だよ。え、でかいの1600円どこ？そこに書いてある。運転台。運転台で 寝ても怒られないように。うん。これね。安いね。330円。マニちゃん。何？330円ありがとうね。うん。330円じゃダメだよでも。でもいいじゃんこれね。うん。330円じゃダメ。どうしよう。尺シナ。これみんなこれ何が有名なの？あ、尺シナ、尺シナこれ有名、めっちゃ有名だこれ。めっちゃ有名。美味しいよ。普通にうまいよ。普通にうまい。シナお土産ね。買ってかないの、菓子に尺シナ。美味しいの？あ、これまあ普通に美味しい。使ってみる。うん。シャクシナは普通に美味しい。あ、まゆちゃんにも買ってってあげれば。まゆちゃんにもね。うん、まゆちゃんに、まゆたにも買ってたよ、シャクシナ。シャクシナマジ普通に美味しいよ。うん、めちゃくちゃうまい。これもか、ね、前買ってたけど、すごいうまかった。うん。癖ないの？え、の普通にないけど。うん。すげえ普通にうまいよ。なんか、だしの、だしが入ってて。ちょっと私も、うん、自分用にホットコーン。もうシャクシナはマジ普通にうまい。へー、これね、めっちゃ冷えにして食べるとクソうまいよ。これキンキンにして、ね、漬け汁が美味しい。そう、このね、入ってる汁がうまいね。入ってる汁が再利用とかできるのかな。え、普通にね、飲み物として飲めるよ。え、嘘でしょ。うん、うまいから。どうですか先生。じゃあまだ他も見てみようかな。うん、あ、パンダこれ全部買っちゃうの。あ、シャクシナまだあるのかい。あ、まあ一応あっちにもあるけど、あるん、うん、でもこれがメインのシャクシナだから、これ全然これでいい。とりあえず、うん、じゃあっち行ってみようか。何に食べてる。へえ、どうしよう。いいよ、買ってみたら。もうね、車に置いとけば。あと置いとく、これ。ああ、ね、うん、荷物重いでしょ。とりあえず買ってきて、もうじゃあ買って車の中に置いときゃいいやん。そう、近くに車俺置いてあるからさ。あんたはいいけど、こっち遠いんだもん。あ、そこ。あ、別にいいよ、全然大丈夫。神村さんとやってんの。何？食べてみたいね。あ、シャクシナ？みんな食べな、シャクシナは。
ここに来た時にね、もしあったら。皆さん、330円って言ったんですが、あれ、1枚1600円します。あ、何が、いや、何でもない。はい、袋お願いします。ありがとう、バニーちゃん。バカだから気づいてません。あるよ、あるよ、あるある、うん、あるある、全然。1枚1600円。あ、ひーちゃん、ここジブリ、こっち。うん、あ、ジブリショー、ここなの。そう、営業中なんだ。夜見たらめっちゃ怖いと思う。すごいね、これ。これ大丈夫な、これ。怖くね。夜見たらマジで怖いと思う。ここになったんだ。そう。今パニちゃん、こんにちはだって。パニちゃん。パニちゃん。パニちゃん、こんにちはだって。あ、これパニちゃんないよ。あれ、タクマとかは？ねえ、吉田さん、これパニちゃんじゃない。初見にするって。さて、いいの？聞いてみて。聞いてくる。すいません。あれ、あ、外にいるかも、外にいるかも。あ、ちょっとすいません、今ちょっと動画撮りながらちょっと商品見ても大丈夫です？ダメですか？大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。大丈夫だって。あ、大丈夫だって。あ、分かる。ねえ、いいよね。かっけー、マジでかっけー。これこれ前、これもずこれ欲しいな、欲しいなって思ってたな。これかっこよくね、モンノキム。これえ、うん、どうしようかな、これこれどうしようかな、次の家でも持ってこうかな、これ現品限り。うん、豚の時計ね。うん、紅の豚ね、30周年記念モデルね。うん、これね、これね、買ってほしい、誰かに。バニーちゃん、これ買って、これ買って。なんでさ、せんべい330円でしょ、だって。1600円だったんだけど。嘘でしょ。本当に。マジかよ。マジだよ。あれ330円でじゃなかったんだ、ね。うん、なんだ、原品なんだ。うん、限りなんだって。いや、別に俺の家で置くし。疲れちゃって。いやいや、何よ。いや、誰なの？いや、誰なの？最悪やべえと思ったの。ちょっと、あいつ頼みどうしちゃったんだろうみたいな。すごく聞いてた金額とと思って。何？聞いてた金額と違った。違うよなと思って。うん。でももうレジ通してるっすねと思って。あ、こっちにもあるやん。顔な、トトロの。トトロ人形あるんだけど、隣のトトロ15,400円。飛行石あるよ。バルスのやつ。わ、本当だ。いくらなの？誠治さんが持ってたやつだ。3520円。へえ。でもこれでバルスできるよ。さっきオッケーですって言われた。大丈夫ですよって。あ、撮影オッケー。オッケーって言われたよ。あ、携帯置いてきちゃった。新しく今やったのかな。えっと。バスマット、うわ、それ買おうかなと思ってる。めっちゃ良くないこれ、バスマット。隣のトトロのバスマットだって。ギフト、めっちゃいいやん。これ良くない？これもいいよね。広げてみたいよね。どんなものか分かんないからな。あ、これ書いてあるわ、後ろに。ないか。新居に置くか。これいいね。これ買おう。俺も。これ買おう。どうしよう。
すいません、もう一回受けます。本当大丈夫、大丈夫。ねえ、あのさ、そういうことを言うってさ、何なの一体。それをさ、ね、わせちゃんに言って、ね、わせちゃん、あ、やばい、どうしようってなっちゃうでしょ。言わなきゃいいじゃん。なってない。空気読んで。もうなってないもん。うるさいは仲良くしてないもん。あ、オン。もう今ので、うん、罰金ね、あれ買って。いらんないよ。あれ、これ買って、うん、これ買ってほしい。いるだろう。言うだろ、そう言う、あれ言う。あ、いいねそれ、うん、ポーチ、うん、あ、ねえ、これが欲しい。16,500円。うん、これ欲しい、現品限り。本当だ、かわいいね。うん、ふじみちゃん欲しい、新居祝いに欲しい、ふじみちゃん。調子こい、調子こい、すいません、いや、すいません、すいません、なんで会いなさいよ、自腹で、自腹で。あんた、紅の豚とか当然知らないでしょ。知ってるよ。じゃあ、赤い主題歌は、主題歌誰、誰主題歌、主題歌はちょっとわからない。はいはい、で、豚と娘がいて、え、にわか、じゃあちょっと歌ってみて。え、時には昔の話をしようよ。あ、その歌すら知らない俺。ほらもうダメ、じゃあ置く資格なし。じゃあ違う違う、俺これって言われてるの俺は。何、俺は、いやでも愛がないからダメ、うん、そう、やっぱ愛がある人にあげたい。あ、そうよ。あ、じゃあこれわかる、うん、隣のトットロ、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 16,500円。一緒、お前好きなの16,500円。自分で買いなさい、高いから。ねえ、赤いやつ、あんた食べてるでしょ、一般。高いんだよね。何が、え、いや、なんでもないよ。稼いでるでしょ、一般。稼がせていただいて。そういうの買いなさいよ、稼いだんだから。これファンタもらったんでしょ、一般。あ、確かにファンタ一発分だ、ファンタ二発分か。豚返せ、豚、豚、うん、豚、とんでもないけど言われてるんでしょ、リスナーに。もうそれ買えっては言われてるけど、今日買いなさいよ、うん、いっぱいもらってるんでしょ、うん、もらってる、アイテム。誘導しないで、本当に、うん、誘導しないで、ちょっと誘導やめて。買いなさいって、欲しいんでしょ。欲しいよ、欲しいんだけど。何、欲しいんでしょ。買いなさい、ちょ、待って、何よよ、やだ、やだよ、買い、買いたくない、これ、やめてよ。プラチナ、でもこれだけだって、でもね、これもあるぜ、見える、うん、あ、玄関、玄関に置く、あ、いいかもね、玄関に置く。あ、クシャナ殿下が欲しい。ねえ、クシャナかっこいい。欲しくなるよね、全部、全部、まあ、1万円。私、私これ欲しい。え、あ、ウォーターガーデンいいじゃん。これいいよね。うん、なんだっけ、これ。お、ご存知だった、あの。はい、なんだっけ、これ。クシャナケン。ね。じゃあ、パリちゃん、はい、いたい、ここにいる。あ、そうだね、あ、見えなかった。そうそで、ね、有名な、ジオラマボックス、ジオラマボックスとかあるんだ、すごっ、かわいいな、これ隣のトトロ、ジオラマボックス。これ欲しい。え、これ置きたいよね、これ今、ローテコン鍵とか入れるんでしょ、いいでしょ、おしゃれだよね。ジジ、あ、これさ、ポポスレルー、キキ、あ、その辺電波やばい、たまにプツプツ。そう、これ玄関に置いて、そこに鍵を入れるみたいな、鍵とか、まあ、そういうなんかを入れるみたいな小物をね、買うの、あんた
可愛いジジイ。ブース買うの？いや、もう買うのは決まってる。あれ。それ買うの？え、そっちじゃないの？嘘でしょ。俺そっち買おうと思ったのに。タオル買うの？じゃあ分かりました。仲間？じゃあこれのどれかを買う？じゃあこれどれか買う？それ持って。これどれか買う？これどれか。これ？これ？豚？まだ地区に昔から住んでる。おかまのおかまのひろき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 。おでいろいろあって疲れて休憩に来た。あいなんですかすごい。あいらっしゃい。まあそうだよね、疲れることいっぱいあるもんね。特にね、うん、匿名さんに限ってはやっぱそうだよね、大変だよね。今ね、今リスナーと俺で今戦ってるの。これを買うか買わないかで、ね、これを買うか買わないかとかで、うん、まあおしゃれだけどね、うん、これ16,500円、ファンタスティック2発分、ファンタ2発分です。パニはどうする？オルゴールだって、紅の豚のオルゴール。まあまあする。うん、今それで今ね、匿名さん、今俺たち今押し問答してる。俺はこっち側がいいんじゃないかっていう。無職なので。そう、今ね、俺たちで押し問答、買っちゃいなく。もう一気に買っちゃうもう。店主。店主買います。これ現品限り、これ次の家の玄関に置くわ。もうこれ買います。マジで言ってんの？これ買います。何買うの？紅の豚のオルゴール。豚買うの？これ現品限り、これ買います。かわいい。でも豚買うのじゃん。うん、買います。すげえ。そう、もう自腹です。経費にできないんで、経費にできないんで自腹です。経費にできないんで自腹になります。あ、あったよ、タダチ君。あ、いいじゃん。あ、これ見たんすよ。もう一気に買っちゃうか。ここで行っちゃうか。やっちゃう。もう暴れる俺。まあ、暴れる。じゃあちょっと一緒にこれも欲しい。黙れ。貸す。なんでよ。あ、ドンツクロスカイ。ドンツクロスカイ、やらせやす。前なら買いで、ドンツクロスカイ。牛のぬいぐるみ。行っちゃう。もうこれねえ。